こんばんは、りさです。今回はリクエストにあったノーミラーメイクをやっていきたいと思います。キャンドゥで買った大きいミラーを使ってるんです。顔と顔のサイズ的に言うとこんぐらい同じぐらいのものを使ってるので、鏡がない状態で特にアイメイクするのすごいなんか怖いんですけど、やっていこうと思います。そこ始めていきたいと思います。で、今はセルフィーで画面ひっくり返して撮ってるので、まずこの画面を戻したいと思います。はい、じゃあ始めていきます。はじめに使うのが新しいかな、このケイトのスノースキン CC ベース。これは説明しながら今回やっていきます。ちょっとなんかピンクっぽい感じの映ってる色です。ノーミラーって撮ったことないから本当どんな感じになってんのかな。こんな感じ、ちゃんと映ってる。向けていきます。結構ベース何がいいって聞かれるけど、ピンク系のってワントーン明るくなる感じだから私は結構好きです。あー、どうなってんだろう。ちゃんと濡れてるかな、ムラなく。ピンクだからこうクマとかあるところに私は乗せたいんだけど、どうかな。ここ、こういうところとかね、コントロールカラー的な感じで。私ケイトだとね、ファンデーションのリキッドタッチパクトがすごい好きで、あれパウダーなのですっごいカバー力あって肌が均一になるから本当によく使って。でもパリ行った時に割れちゃって、まだ買ってないけどリピします。はい、こんな感じ。ベースはこれで OK ですね。ちょっとこれミラーあるから隠すね。これはなんだ、ランコムのマキブラウンミラクコンパクトの2番。これなんかじいちゃんがまあ昔にくれた、色合わないから開けるって塗っていきます。ファンで塗るときはハイライトというか、ここの部分がすごい綺麗に見えてると肌が綺麗に見えるってよく言うじゃないですか。だから私はなんかそこの部分から伸ばし始めるというか、中央から乗せて外に向かって塗っていく感じかなっていう感じで。これの使用感はまあいい感じ、そんなに崩れるとかもないし、まあでも高いから私だったらケイト買うかなっていう感じ。どう？できてる？もうなんかよれてるよな。はい、で多分よれてるだろうからブラシでこう中心から外に向かって、これでちょっと馴染んでマシになってくれるといいけど、どうかしら。メイクない、ブラミラーないと全く本当わかんないね。いつもミラー使ってない時でもカメラこうひっくり返ってればモニターで見れるんだけど、それもないからもうね、わかんない全く。はい、で次ね、次はじゃあアイシャドウでいこうかな。眉毛はちょっと難しそうだから最後に隠しちゃった。でアイシャドウはこのケイトのモノクロームシャイン、ちょっとかっこいい感じだねを使っていきます。はじめはこの一番ちゃんと映ってなかったらごめんね。このカラーをアイホール全体にのけていきます。チップ使ってこうかな、せっかく付属でついてるし。したら次にこの
2番目に濃い茶色を二重幅ぐらい。わけわかんない。こんぐらい？次逆のチップの部分で、ここに結構なんかシャイニーなブラックがあるから、これを取ってちょっとまつげの間埋めて、これでなんだろう、アイラインのガイドラインもかけたらなと思って。色ついてるのかそれわかんない。どう？ぐちゃぐちゃ？わかんない、全く。で、最後にこのホワイトの部分をピンとって、こう目頭側につけていきます。つけるのはいつもと同じ位置。仕上がりが楽しみだわ。これなんかホワイトすぎない感じで、ちょっと落ち着いたアイボリーっぽいカラーだから、あんまりなんだろう、ギャルっぽくならないからいいかもしれない。消えてる？どう？いいよ。いいよ。次行こう。じゃあ次は、アイライナーか。怖いなぁ。リキッドアイライナーは H7 使ってきます。私いつも目尻決めてから描くんだ。怖い怖い怖い。あ、全くわかんないね。ちょっと待って。どうしよう。やばいよ、やばい予感しかしない。かけてるのかしら、わかんない。ぐちゃぐちゃでしょ。したらじゃあビューラーしてくね。上がってるの？てない気がする。でも怖いからあんまいじりたくない。はい、次で、これメイベリンのビッグアイ、上まつげから。よく聞かれるんだけど、ここのクイッと押すと上がるから、こうすると下につかないと思う。まあ、くぼみっていうのかな、うまく塗れないってよくツイッターでコメントもらったりするんだけど、クイッと押すと根元からグイッて立ち上がるから。あー、目乾いた。で、次下まつげ。下まつげはちょっとさ、むずくない？あ、やばいやばい、絶対ついたでしょ。ちょっと待ってよ。やばいやばいやばい、絶対さっきどうしたら、ちょっとシャドウつけよう。うん、はい、できたでしょ。じゃあ次眉毛ね。眉毛もクオリティちょっと下がってきちゃう。眉毛もかなり大変だよ。ちょっと これいいんじゃない？
はそんな難しくないの。適当に。やった。したら、チークか。チークは RMK のインジニアスパウダーチークス NEX01 ブラウンローズ。これをブラシに取って。これは難しくないね。どうだろう、ついてるか。はい。で次ハイライトはラベンダー、あ違う、レブロンスキンライトプレストパウダーの104のラベンダーをのせる。はリップはレキュアのハニーラスター S の11カリンカクロスを塗って、できたできた、どうなってる？やばいよね。なんかもうアイライナーが怖くて仕方ない。意外といい？どうでしょう？できました。こんな感じ。怖い、見るのが怖いよ。じゃあ早速お気に入りのこの鏡で見てみようと思います。せーの、意外と見れる顔じゃない？ちょっと待ってよ。あー、え、眉毛とかもさ、あ、なんかでも細っ。あー、まあでも思ったより悪くない。男の子が初めてメイクするぐらいのクオリティじゃない？ちょっとなんかハイライトすごい濃いし、ここのシャドウとやっぱラインの目尻が分かんないから、ラインとかひどいよこの辺。ひどいけどちょっとハイライトのせすぎたけど、意外とでも一瞬こう一瞬通り過ぎるんだったらあんまり悪くないよね。へえ、いいじゃん。意外といいんじゃない？イエーイイエーイちなみに今日の髪型は羊年をね、ちょっとなんか別に年明け1本目ってわけじゃないんだけど、イメージしてやってみました。はい、というわけで今回はリクエスト、噛んじゃった、今回はリクエストいただいてたノーミラーメイクに挑戦しました。はい、なんか今年も引き続き何の動画撮るかっていうのはみんなと相談 しながら決めていけたらなと思うので、ぜひ次このリクエストある、次このメイクやってほしいとか、まあ、メイクだけじゃなくてファッションがやってほしいとか、なんかおすすめのなんか見たいとか、なんでもいいので、ぜひコメント欄残してもらえたらなと思います。 Twitter とか Facebook とかそういうので全然言ってもらっても大丈夫なんですけど、 YouTube のコメントだと全部チェックしてるので、はい、漏れないと思うので、ぜひコメントしてください。あと動画いいなと思ったらぜひいいねをお願いします。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。